今日は10月17日土曜日です。土曜日だからか魚釣りの人がいっぱいいます。まあ、向こうだけで30人かな、後編ってすごい、こんな見たことないね。最近では一番多いです。少し下流に下がってきました。こちらの方は、あ、目の前に3人。お昼休みでしょうか、ちょっと疲れてるのかな。こちらもいつもよりかは人が多いですね。やっぱ土曜日だから。この先の方のところはいつも何人かいるところですけど、今日は10人以上ですね。さっき道端で自転車に乗ってる人が連れて魚見せてくれましたけど、2人で午前中で4匹釣ったとか言ってました。東方サーモンとあとはチャムサーモンだったみたいです。流れはまだ強いし水は多いです。少し下流の方に来ました。こちらもさっきの上流ほどではありませんけど、あちこちに釣り人があります。流れは速いですね。ここその下の方で遊んでる人が石を放り投げてます。まあ近場で取ることされたら釣り人は嫌でしょうけど、